シャドウレーシングカーズ、シャドウ、シャドウレイシングカーズはいくつかの自動車競技選手権に参戦したアメリカ及びイギリスのレースチームで1973年から1980年までは会一にコンストラクターとして参戦した。1968年チームオーナーのドン・ニコルズがカリフォルニアでアドバンストビーグルシステムズ、アドバンスビヒフィクルシステムズを設立。 AVS シャドウの名でレーシングカーを製造し、北米のキャン・アムシリーズや F5000 に参戦した。キャン・アムシリーズ用1号車の MKI は空気抵抗を減らすため調停車みと、小型タイヤに挑戦したが、斬新なアイデアも不発に終わった。1971年には、石油会社 UOP がスポンサーとなり、チーム名も、 UOP シャドウに変更。1972年には BRM からデザイナーのトニー・サウスゲートが移籍する。1974年にはジャッキー・オリバーがキャン・アムのチャンピオンとなるが、これはマクラーレン、ポルシェの両ワークスが撤退したことが関係していた。1973年にはイギリス支部を設け、キャン・アムと並行して会一にも参戦を始める。 サウスゲートが、フォードコスワース DFV エンジン搭載マシン、DN1 を開発。フォルマーとジャッキー・オリバーの2大体制のほか、グラハム・ヒルが設立した、エンバシー・レーシングへも1台を供給した。初戦南アフリカグランプリで6位入賞し、スペイングランプリ、フォルマーとカナダグランプリ、オリバーで3位表彰台を獲得するなど、進行チームとしては好成績を収めた。 ドン・ニコルズのイニシャルが付けられたマシン DN シリーズはフロント部分にラジエーターを配置したチセルのミノーズが特徴でありチーム名の影を象徴するような漆黒に塗られマシンも個性的であった。1974年はマクラーレンで前年2度優勝したピーター・レイブソンをエースドライバーとして迎え入れたが第3戦南アフリカグランプリ直前のテスト中 サスペンショントラブルでレブソンが自己死するという悲劇に見舞われた。チームメイトのヨーロッパ界に選手権チャンピオンジャンイコールピエール・ジャリエはモナコグランプリで3位を獲得。トークンから途中加入したトム・プライスも才能の片鱗を見せてチームを救った。1975年はジャリエが開幕2戦連続ポールポジションを獲得して周囲を驚かせた。しかし、 アルゼンチングランプリでは、決勝レース前に故障し、ポールポジショングリッドにつけないという失態をじた。プライスも、イギリスグランプリで、ポールポジションを獲得するなど、予選ではたびたび上位進出するものの信頼性に、乏しく、めぼしい結果は、オーストリアグランプリの決勝3位、プライスミであった。シーズン終盤の2戦では、マトラの V 型12気筒エンジンを搭載した。 改良型マシンを投入した。シャドウは UOP からの豊富なスポンサーマネーで活動していたが、1976年には UOP が撤退したため資金難に陥る。プライスがサイン1回を含む全得点を稼いだが、ジャリエは無得点に終わった。1977年、因縁の南アフリカグランプリで再び悲劇が起こる。 この年から加入したレンツ・ゾルジがトラブルでコース脇に停車。消火しようとコースを横切ったマーシャルが後続のプライスのマシンに跳ねられ死亡。プライスもマーシャルの消火器がヘルメットを直撃して死亡した事故の詳細はトム・プライス事故死をん。プライスの後任として加入したアラン・ジョーンズはしぶとく入賞を重ね、第12戦オーストリアグランプリでは予選14位から改装し、 自身とチームの初優勝を達成した。コンストラクターズポイントも23点とチーム、創設以来の最高成績を収めた。しかしその年の終わり、アラン・リース、ジャッキー・オーリバー、トニー・サウスゲートらチームの主要メンバーが離脱し、新コンストラクター・アローズを設立した。シーズン途中にデビューし、後に、会一出場256戦という大記録を残す。 リカルド・パトレーゼもアローズへ移籍した。1978年は、ベテランのクレイ・レガツオニとハンス・ヨアヒム・スタックが加入し、サウス・ゲートが残した DN9 で走ったものの回に沈み、決勝5位が最高成績だった。サウス・ゲートは DN9 の図面をもとに、アローズのマシン、FA1 を製造したが、シャドウはこれをデザインの登用であると訴え、 法定闘争に持ち込み勝訴した FA1 は使用禁止。この1件はマシンデザインの知的財産権をめぐり1990年代後半から論争となるコピーマシン問題の先例となった。1979年は若手のヤン・ラマースとエリオ・デン・アンジェリスを起用したが予選落ちを喫することもあった。最終戦で4位に入賞したアンジェリスは 名門ロータスに引き抜かれた。1980年は、香港の大富豪、テディ・イップが、スポンサーとなり、ステファン・ヨハンソン、デイビッド・ケネディ、ジェフリース、後に、日本のレース界で活躍するラが出走したが、予選落ちの常となった。第五戦ベルギーグランプリ後に、イップがチームを買収。第七戦フランスグランプリをもって、シャドウの名での活動を終え、マシンや、 施設などはセオドール第二期に引き継がれた。チーム創設者のドン・ニコルズは太平洋戦争後にアメリカ軍の軍人として来日、朝鮮戦争に従軍した後、共産主義国の工作活動を水際で食い止める隠密活動に従事した。退役後も日本に泊まり、1960年代の日本の自動車レース黎明期に海外との パイプ役として立ち回り、ドンニコの愛称で親しまれた。ナスカーの交渉人として、富士スピードウェイ建設計画の立ち上げに関わり、コース設計のアドバイザーとして、スターリングモスを招聘。サーキットの開業時には、ジム・クラークの来日、思想を圧戦した。また、レーシングカーやエンジン、タイヤ、オイルなどを輸入する代理人ビジネスで財を成した。 1968年に日本グランプリで優勝した日産 R381 に搭載されたシボレーエンジンはニコルズの仲介によりムーン社がチューニングを施した。堺忠正のマシンとして知られたデートナコブラシャシーナンバー CSX2300 も輸入している。レーサーとしてもイスズ自動車のワークスドライバーとして1963年の第1回日本グランプリに ベレルで出場し、同年の第1回ストックカーレースでは優勝している。1967年の第4回日本グランプリでは、ロドニー・クラーク名義で、ローラ T70 に乗り出走した。ニコルズには、シャドウのメインスポンサーを探す際に、フォーチュン500に乗っている企業の A から、アルファベット順に、片っ端から電話をかけ、UOP 石油にたどり着いたという逸話がある。 2017年8月、92歳でエイミン。シャドウというコンストラクター名は、1930年代にアメリカのパルプコミックに連載されたダークヒーローものの漫画を由来とする。ニコルズは少年時代にこの作品を好み、オーソン・ウェルズが演じるラジオドラマも聞いていたという。チームのロゴマークは、クロマントにツバビロ帽子という漫画のキャラクターをモチーフに敷いた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。